敵を阻止するためならこれがぴったりですよ。チャーターアームズ44ブルドッグ。重心にブラシを入れるんですか。いいでしょう、大きいのね。これどうです、トーラス PT99 超重心。車のシリンダーブロックだって貫通できます。これは450、小さい方なら325ですよ。いいえ、クーリングオフ期間が15日あります。免許証を見せてください。こっちで購入手続きはしますが、引き渡しは2週間後で、あいにくそれが規則なんです。手を離してください。それでは他の公民権運動のリーダーたちと新たに手を組むつもりはありますか。まだ相変わらず過激的な。席が余ってる。 E 列と F 列は避けて前のところを移してくれ。やあレイチェル、レイチェル今夜も綺麗だよ。段取りの説明をさせてくれ。今音響ショーの挨拶で次に歌があり、その後が君だ。8時7分にステージに上がってくれ。エスコートはクライブヒーリーだ。これが君のセリフ。セリフはモニターでも出すから、まっすぐ顔を上げて読んでくれればいい。ボビー、なんでこんなところに隠れてる。サーカスの騒ぎは一体なんだ。パパに嘘をつくのか。いや、約束はしなかったよ。できたら連れてくと言ったんだ。わがまま言うな。家族が食べられなくなってもいいのか。パパには仕事があるんだ。お前が夜中に誰かにキスされたと思ったら、それはパパからだよ。ダメだ、カット。今のショット NG だ。あそこは強烈に鼻を刺す不愉快な握手だ。彼はあと2つ死体があると言ってる。ある場所に隠してあって、その場所へミルズ刑事とサマセット刑事の2人だけを案内するそうだ。それも今日の6時に。尊敬してるそうだ。この申し出を2人が断ったら永遠に死体は見つからないと言っている。私たち弁護士には依頼人の依頼源の努力をする義務がある。申し出が受け入れられない場合、こちらは全面的に精神異常を主張する。どうも、監察主任のシュワルツです。今日来られたのはティノ・ザパディの件ですね。なぜ私が担当したか。それはあまりにも事件が多いからです。面倒なものです。そういうことです。いいですか、ホサ。私はマフィア絡みと思われる犯罪には特に注意を払うようにしてるんです。ミスを犯さないように。そう言われても確かに仕方ありません。だが私はこう信じてる。100人一つの失敗より10人の冤罪を防ぐことの方が大切だと。たまげましたよ、ガンガン言ってたら。突然でしょ。すごいグラマの女郵便局長をナンパしてベッドで大奮闘してたんだ。もう泣くわわめくわ大暴れ。そうしたらガッツン、胸にショックが。実はその時にこれを使ってたんですよ。通信販売にも副作用があるのか。ありがたいんだよ。俺たちは期待されてるから実力を見せるのに、自分のトレードマークで通っていて女が期待する。撤回しろ。ガスを止めたら1万世帯の家庭で食事を作れない。それに火がなけりゃ。おいおい、どうやって。あんた調査員を内部の家庭に送るつもりなのか。そんなの最低でも数週間はかかる作業だぞ。
おい、タイヤのエアは半分にしてくれよ。ありえないよ。ファックスであれこれ装備に注文つけてきた女なんだぞ。おーっと、ダメダメ、無茶するなよ。精密機械はもっと大事に扱え。いいから俺に貸しとくよ。俺は臆病だから嫌なんだが、今度の話には乗ってみた。よし、危ないから下がって。見ての通り隠れ家だ。高く吊り上げてこの中に隠れる。わかるか？高い木に吊り上げるから猛獣が下を通っても安全なんだ。時間がどうしたんだ？リオのことだ。また名前が出た。大統領が言ってんの。誰が来たぞ。縁起でもないまったく。皆さん、うちのリオはこの通りまだ生きてますから。俺がいるだろう。いざって時にはこれは持ってけ。この野郎は絶対に死ぬんじゃないぞ。しゃっときたいことがあるんだ。これは肝心だよ。カルネット社みたいな大手と提携してしまったら、あんなでかいとこ今までのやり方通らなくなるよ。全部変えられる、操られるだけだ。でも丁寧な医療はできなくなるよ。それこそ流れ作業になる。ほらね、だから言ってるんだよ。君は家族を犠牲にしろと強制されてる。それにマーク、君はやりすぎだよ。ああ、ここらが潮時だろ。俺んとこで働けよ。その金も全額返してやるからさ。休みはどうする。日曜は天気がいいらしいぞ。そうだと思ったよ。お前はいつもそうだ。金を返せ。借金して貢いで苦労して一緒になって結局どうなん。お前は物事をろくに深く考えないで、とにかく楽な生き方ばかりをしようとしてるんだ。忘れちゃいけないのは、親も若かったってこと。外へ踊りに行ったり、車で抱き合ったりしてたわけだ。でも子供ができると、子供らが親の人生全部吸い取るわけだ。二人の情熱や理想や、いろいろ二人で未来を思い描いてたのが、ついにはトイレが唯一くつろげる場所になる。どうもよろしく。もう喜んで、いいカップルでね。に待ってたんですから、どうぞ。1日24時間サービスにこれ勤めますから、何でもお申し付けください。ガソリンは満タン、準備は満タン、お任せください。ホイッパイに風を受け、ノーマックをいざ出航。そうです。実は初めてお会いした時からずっと、いずれ車が必要になるんじゃないかって気がしたもんで、それでフェニックスで UFO が目撃され、バーストでは自分を神だと名乗る会計士が現れた。どちらも君の話よりはまともだ。ユニフォームは預かっておこう。まともな情報を手に入れたらまた連絡してくれたまえ。研究所で調べさせよう。私は調査に私情を交えるのは好きじゃない。君もそうしてくれたまえ。君の父親が FBI で何と呼ばれてたか知ってるか？ UFO 保安官だよ。君も父親のように呼ばれたいのかね。ご苦労だった。後のことは我々に任せろ。君たちに与えられたのは討論会を盛り上げるチャンスだけだ。それを無駄にした。ニューハンプシャーで高々 19% を獲得するために参戦したのか。どうせ勝ち目はない。諦めろ。主義の保険会社がこの国の医療を食い物にしてる。これ以上大事な問題はないだ。なぜサントスを選ぶ前に一言相談してくれなかった。私と君が一人の候補を押せばどれだけ強大な勢力になれたか。いや、もう遅い。ああ、今更遅い。だからその状況に不適切なことを言いたくなるたびに自分に言い聞かすんだ。ここで切れたら人生終わりだぞって。でもそうするとプレッシャーが増す。まず舌を歯で強く噛んでこらえる。それから顎をこう押し上げる。舌が痛くなったら今度は手のひらをこう噛むんだ。まあね。俺6歳の孫がいるんだけど、その子がこの間言うんだ。じいちゃん、僕大人になったらじいちゃんみたいにナンバーズ賭博の飲み屋になりたいんだ。かわいいだろ。メロメロだよ。その後孫はこう言った。ナンバーズ賭博ってどんなナンバーが当選番号なの？俺たち飲み屋は誰もズルができないような場所から番号を選んでくるんだ。そしたらセサミストリートだと。面白いこと考えるだろ。破産は免れませんよ。まあ法律上の手続きで。まあな、
君にとっては問題だ。私は弁護士として君を救うべく粘り強く全力を尽くすつもりだ。それで昨夜泥棒が入った。総額15万ドル分と車1台。その通りマックス、奴は戻った。例の女性のこと？まだ知らない。もっと大きな問題がある。破産宣告した判事が家に入ったことに怒り狂った。なんでそこらの安モーテルで済ませなかった？8歳の少女のためを考えると、その養育を任される人間が自閉的症状を持ち精神遅滞と診断されたものでは。私は十分気を使ってる。あなたが自己満足のため他人の人生を踏みにじってることもちゃんと気づいてる。あなたはこの裁判に勝てばいいんだろうが、その後はどうなる？あなたが出て行った後、子供は法廷に戻ってくる。その時はもう手遅れだ。気を使えだって。ああ、気を使ってます。あなたには言われたくない。どんな夢でも叶うとこだよ。君みたいな南部での変態にはぴったり。あら、行けって楽しめ。ところでニューヨークではもうすぐ上院選があるだろう。無能な市長に代わる立候補者をぜひとも立てたいと思う。だが君のクライアントじゃダメだ。ああ、ここのランチに来たこともないからな。それにいろんな側面から予測してみたんだが、ケアリーじゃ市長に勝てない。あいつはバカ丸出しの女たらし、ただのお祭り男だ。未だに60年代の栄光を引きずってる。あんな奴が来てば民主党の貴重な議席が失われてしまう。君の人気も最高だ。今度ビルボード誌の表紙になる。君の言う通りだレイ、こんなサウンドは初めてだよ。でもこれをレコードでどう売るかだ。セクシーすぎないか？若者には刺激が強すぎる。お前さ、うちはアトランティックだ。発売は夏にしよう。夏休みなら学校もないし、みんな開放的になってる。じゃなかったのか？あの件か。そうなんだよ。せっかくロンドンに行くんだからゆっくりしてくればいい。そんなに慌てて戻ることはないさ。娘さんの結婚式だろ。月曜のプレゼンはジョニーにやらせるから心配するな。もちろん分かってるけど、あっちも新しい CM 曲を求めてるみたいだ。わざわざ？たかがデモ版の話じゃないか。大げさに考えるな。君がわざわざ行くことはない。何の話だ。俺はポール・スチュワート、それが免許証だ。見てくれ、俺はフィッシャーなんかじゃない。何かの間違いだ。仕事は時計の修理、パサデナに店を持ってる。それが免許証だ。ポール・スチュワートだ。オメガ321ムーブメントを探してた。こっちに中古ショップがあって、ポール・スチュワート、家はブラックバーン・アベニュー、スカイネットだと。会ったこともない。その女だって全然知らない。神にかけて誓う、俺はチャールズ・フィッシャーじゃない。アフロコは何かあればすぐママのところへ駆け込む泣き虫だというのが君の分析だね。で、進めるのが、泣き虫を売れとはこれは何かの冗談かな。がまるで、つまりダンテ・ディエンゾは完全に間違ってるというんだね。で、君の心の声はアグロコからきれいさっぱり手を引くべきだと言ってる。そうか。ではどっちを選ぶかということだが、ホワイトフェザー君の提案をとしよう。そっちが良さそうだ。捧げ物をいただこうじゃないか。 FBI のプロファイラーになれるな。ああ、そうだろうね。いいか、ベン。君との食事は楽しいけど、しっかりと本題に入るまで帰ってもらうわけにはいかないんだよ。君と我々の取引は、我々のような銀行が富裕層向けのサービスを行っていけるのは、その層の顧客については経済的な面での信頼度が高いからなんだ。中国のシャンピン首相を暗殺、実行するのはボルテックスってグループだ。殺し屋集団だ。奴らには秘密兵器がある。この鍵を含めて3つの鍵が揃えば兵器が入手できる。これがなきゃ暗殺はできない。俺のだから。ボルテックスの3人のうちの1人。ボルテックスはモザンビークにいた。ピーター・フレミングはこの町の警察を手に入れた。今度は刑務所が欲しいと。刑務所管理局長として私はそのような要求を承認することは決してできない。いつかこの町の誰かが言わねばならないことを今私がここで言おう。バカを言うのももういい加減にしろ。我慢ができん。なぜ知ってる？お前は何者だ？こっちに来てその顔を見せろ。助ける？本当か？どうやって？それならもう結構だ。私はやめた。私には家族がいる。尾行され脅迫された。今朝はこれがうちに届けられた。君は護身術に熱心だな。
キックボクシングだの、棒術だの、銃を持ってるっていうのに。クリーブラントへ行くのか。清水捜査官も一緒か。いや、失礼、特別捜査官見習いだ。少女を誘拐した犯人と清水が遭遇した場合に、犯人が死ぬような事態は絶対に避けてほしい。真面目な話だ。彼はな、服役してたんだぞ。いや、清水君。誰だ。なんだって。誰から聞いた。いや、ビルは口が軽いからな、何も頼んだことはない。泥棒が売り込みに来たってわけか。しかしここの防犯システムはトップレベルだぞ。何を盗むつもりだ。展示物はセンサー付きだぞ。熱や重さに反応する。寝室に入ってエジソン計画と書かれたメモリーを探せ。私とランチの打ち合わせは20分だ。その間にフラッシュメモリーを見つけて車に戻れ。予算削減で管理が手薄になる。こっちの動きがバレる心配はないだろう。率直に申し上げます、私の依頼人と全く関係のない何者かがコールマンさんを狙っているとしたら、依頼人を収監しても危険は去らないでしょう。確たる証拠もないのに収監するなどという暴挙は偏見に他なりません。それにそんなことをしたら今後の判決がどう下ろうと上訴する根拠にもなるし、上訴の請求棄却の理由にもなる。どうも。あの船で爆撃しろというのか。どうも。あの船で爆撃しろというのか。本当にアマンダですか。それは無理です。妻は死にました。偶然という考えは間違ってます。この宇宙の中のあらゆるパターン化された総合作用は公式化することが可能なんです。妻は乳がんで死にました。1年前に。全米ランキングに入る体操選手でした。学校には通っていません。アマンダは天才向けのオンラインスクールで一般教育修了検定を取得しようとしていました。あなたは心が狭い人ですね。3日前の朝です。だから捜索願いを出しました。もういいですか。悪くない、悪くない。かなりいい時計だな。なんで売るんだ。こういうのはたくさん置いてる。バカにしてんの。なぜバカに。そんなの無理だ。イエスかノーだなんて。いい時計だ。身の希望額を聞くよ。いいだろ。金額を聞かないうちからそんなことを言われても。落ち着いて仲良くやろう、友達として。私は学部長だけでなく宇宙物理学ジャーナルの編集も務めているんだよ。オムレットの第5幕第2話だね。異変ではあるが、どこか筋が通る。カリカリするな、楽しんでるだけさ。それならニュースレターでもやればいい。勝手にしろ、バカなやつだ。あとの2人の遺体は簡単に消えるのか。遺体がどこに存在してるんだ。今は我々も疑問に思ってた。それは一体何だ。まずは消えた娘だ。パトリック・スプリングは死んだ。だがまだ娘は救えるだろう。例のあの犬か。あの映像の犬、ホテルのカメラの映像の犬、どこにいた。ホテルのカメラの映像の犬が警察にやってきたのか。ローソン君、今は決断の時期だ。周知の通り国連決議2814に従ってアメリカはダッチボーイの管理を今から3年後に国際監視委員会へ委ねることが決定している。ダッチボーイは国際的な協力で作られ、いつの日か世界のものになるだろう。だがその日が来るまでは我々が管理し、我々が指揮を取る。そして君も我々の指揮下にある。しかし君が上層部を侮辱しているという報告が何度も寄せられている。間違いだった。老いのことは持ち出す。アンドリュースをバカにしすぎだ。敬意を払うのは相手を尊敬するか恐れる時だ。私はどちらでもない。敬意を払え。君が理事でいられるのはここの創立者の孫だからだ。だからこそショーン・マーフィーを採用すべきだ。なぜなら彼は能力がある上に我々と違っているからだ。そう遠くない昔、黒人の医師は採用を拒まれた。そう遠くない昔、この病院は女性の医師を雇わなかった。大事な話がある。3人も殺したんだぞ。撮影中に映像の中にバッチリ映っている。そもそもこうなったことが間違いだ。彼が危ないことは知ってた。それを起用したのは他でもない君なんだぞ。口約束では困る。これが非常に危ない賭けなのは分かるな。ブルガリアへ行ってもらうぞ。今上海との打ち合わせが終わった。我々が資金不足だと言っている。中国では。バンダム君、これは光栄だな。
昨夜ベルリン警察に逮捕された若い女だよ。身分証もなく、捕まった時そばで死んでた女と気味が悪いほど顔がそっくりな。早速あちら側から送還について協議したいと連絡があった。昨夜君のチームは違法越境者を追っていたのか。君のオフィスだよピーター。そっちは？